金だぞ。変わり果てた姿でもお前が誰かは分かっている。我が名はアリア。今こそお前に最後の伝承を伝えよう。太陽の仮面の力はデファンスとご中心たちの死後もその子孫たちによって受け継がれていった。それから数百年の時が流れた。安寧の続くセルセタにやがて黄昏の時が訪れる。魔導士ジークファクトの出現である。ジークは圧倒的な軍事力を誇る大国ロムン帝国の力を借り、太陽の仮面を手中にすべく進攻を開始した。デファンスの築いた堅固な城塞都市はいかなる軍勢をもってしても破ることは不可能であるかに思えた。しかし悲劇はこの時始まった。太陽の仮面の唯一の制御装置月の仮面が魔導士ジークファクトの手に渡ってしまったのだ。ジークは月の仮面を用いて太陽の仮面に悪しき意志を植え付ける作戦を取る。これによって太陽の仮面は次第に暴走を始め、セルセタの地に深刻な危機が訪れる。天変地異、飢餓、疫病、そして魔物の出現。追い詰められたご中心の末裔たちはついに最後の力を発動させる。暴走した太陽の仮面を封印するために都市のすべてを地中深くへと沈めたのである。やがて異常発生した木々が国土のすべてを覆い尽くす。セルセタの大地は広大な樹海に飲み込まれてしまったのである。そこにはかつての繁栄を忍ばせるものは何も残されてはいなかった。我が使命は終わった。さあ行け、悪しき者たちに太陽の仮面の封印を解かせてはならぬ。Thank you.
Woo!
私はラディ。我らご中心の試練をすべて乗り越えた者のみがレファンス様に会う資格を得る。その者にこそ闇にこうしえる光の力が宿るのだ。聖なる光の前に醜き者は己の姿を恥じる。この魔法は邪悪なる意志を凍りつかせるであろう。You
Thank you.
Thank you.
Thank you.
私はトリオ。我らの意志はレファン様の意志。我らの力はレファン様の力。月の光は漆黒の闇を照らし出す。目に見えるものだけが真実ではありません。心の目を開くのです。正しき者のみが持つ心の目を。アドル・クリスト、よくぞここまでたどり着いた。我こそセルセタの守護者にして大いなる力の監視者レファンス。今お前が立っているのは樹海の遥か地下深く、古代セルセタ王朝の都エルドランの内部。太陽の仮面はこの都に封じてある。邪悪なる者たちはその本当の恐ろしさも知らずに封印を解こうとしている。思い描くがいい。有力人の王国エルディーンが大海に沈み、この地が樹海に覆われる原因となったその力。有力人が月の仮面を用い太陽の仮面に語りかけた時、力は呼び覚まされる。今のエルディールがその力を手にしたなら、地上のすべては焦土と化すに違いない。この杖を受け取るがよい。光のオーラがすべての攻撃を跳ね返すだろう。六つの魔法はここに揃った。今のお前の力では闇に打ち勝つことは難しい。お前の持つ魔法の力、我が正義の意志を授けよう。アドル、湖畔の遺跡に急げ。
何としても太陽の仮面復活を阻止するのだ。